ポイントネモを中心に半径がイースター島までの距離と同じ円を引いたズ・ポイントネモとは世界の対応で最も陸地から離れた地点で到達不能局の一つ。ニュージーランドとチリのほぼ中間地点、南位48度52分5秒、成形123度23分6秒。 何48.868ゲイ6度整形123.38500度 -48.868 12ゲイ6-123.38500の南太平洋上。ポイントネモに近い陸地はピトケアン諸島、イースター諸島、南極のメーハー島、それぞれ約2 7 0 0トル離れている。名前はジュールベルヌの小説、海底2万里に登場する。 ネモ船長から取られた。ポイントネモは南太平洋寒流の内側に位置している。この寒流は栄養分が豊富な海水がその内部に入ることを妨げている。さらに大陸から遠く離れているので有機者はあまり風で運ばれてこない。したがって生物が比較的住んでいない場所である。居住区域から隔絶された場所であること。 生物多様性も特筆すべきほど複雑ではないため、制御が可能な人工衛星を落下させる目標として、地球上で最適な地点であり、古くから人工衛星の墓場として注目され、実際に落下が実行されてきた。人工衛星が地球に落下する際には、大気圏再突入時に、 大気の断熱圧縮により誘拐するが、2018年までに250から300機に及ぶ人工衛星の破片が水没しているとみられ、同年4月には中華人民共和国の宇宙ステーション、天狗1号も加わった。過去最大の落下物は2001年に落下したロシアの宇宙ステーション、ミールであり、大気圏突入前の重量は約120トン。 2020年代に運用終了が予定されている国際宇宙ステーションは約420トンあり、落下プログラムが順調に行われれば、ミールの記録を上回ることになる。ありがとうございます。